はい。じゃあ、それでは、本日の一斉確認テストの方ですね。えー、今日はまああの民事訴訟法ということで、まあ、民法証法から受けられてた方は、ちょっと3科目目、まあ、民事系の最後ということになります。で、まあ、今日もあのこの一斉確認テストに関しては、えー、まあ大体まあ入門ですね。まあ、レックの場合には入門講座ってことになりますけれども、まあ、各まあインプット系の予備校のインプット講座が終わった段階で、まあ、最低限度を抑えておける内容について、まあ、確認テストという形で出題したものになります。 で一応、内容としては、まあ、入門段階のインプットが終わって、最初の効果測定ということであれば、まあ、7割から8割の点数の得点目標であります。であとは、特にあの来年のまあ入試を受けていくという、ねまあ、予備試験、ロースクールという形でまあ直近ですかね、まあ、2024年のまあ試験を目指していく方という形であれば、 目標としてはやっぱり9割以上ですね、担当については9割以上の得点率ということになってくると思います。で、あとはね、第2問に関しては記述問題になりますが、まだ論文対策に入ってるかどうかにもよるんだけれども、まだ論文対策本格的に入られてない方は、この問題を見たときに、まあ、大体こういう感じなのかなということが、まあ、ある程度イメージ、まあ、キーワードベースでイメージは湧いていればいいかなというところだと思います。で、あとはまあ論文対策もある程度進めていて、うんまあ、論文の起案とかをまあ,ある程度書いている方は、えー、大体まあ1番から25番までの問題に については、まあ、一応、まあここについてはまあ規範にあたる部分とかまあ、定義にあたる部分も入ってきますので、えー、ここの部分についてはまあ,ある程度正確な理解というものができているかどうかっいうのを確認していただければと思います。で、まずはまあ効果測定という意味では担当ということになります。けれども。まあ、特にまあ論文対策の中で重要度が高い問題と。 あとはまあ条文知識として、やっぱりさすがにまあ民事訴訟法の学習の中で、しっかり拾っておくべき条文をピックアップしてますので、間違えたものについては、しっかりとえ該当する箇所を復習しておいていただいて、これはまあ丸抜あってただけではなくてね、回答のまあ根拠として、ちょっとはえあまり十分じゃなかったなというところについても、チェックを入れて、該当箇所をまあしっかりやっておく必要はあるかという問題だと思います。で一応、解説については、解説冊子の方ね、他の科目と同様にえ解説冊子用意してますので、復習するときにはじっくり,り読み 読んでいただければいいかなと思うんですけれども、えー、まあこの解説の中では、もうとにかく要領よくですね、えー、しっかりまあさっき受けていただいたものの丸×であったりとか、その回答,回答根拠ですね。 その場で確実に押さえていただくという意味で、まあ、特に担当については要するにこれというところをね、しっかりと、えーまあまあ、ポイントになるところをどんどん進めていきますから、えーまあ、抜けているところとかがないかしっかり確認していきましょう。では、それでは早速ですけれども、担当もそんなに、ね、量が少なくない、50問ありますから、一気に1つずつ確認していきましょう。では、それでは最初ですね、1問目、これは当地劣化の問題です。 はい。遺言執行者が定められている場合に、既に完了している遺贈についての登記について、えー、相続人が原告となって抹消登記手続きを求める訴えを提起する。まあ、一応、ポイントになるのは、もう遺贈による登記がもう完了してますね。えー、ということは、もう遺言執行は既に完了しています。ということは、この相続人が原告となって抹消登記手続きを求める訴えっていうのは、 これは、あの、遺贈の履行を求めてるわけじゃないんですよね。えー、つまり、遺言執行者が定められていて、もうすでに遺合、遺贈がもうすでに完了しているものについて、えー、相続人が抹消登記を求めるってことは、これ別に遺贈の履行を求めるわけではなくて、えー、所有権に基づくですよね。えー、所有権に基づく、えー、まあ、今回だったら、まあ、妨害排除請求として行っているってことになります。ということは、 これ、すでに遺贈の履行とは関係ないわけです。すでに完了しているわけですから、遺贈はね。ということは、これは結局、遺、ま、贈、あの履行ですね。遺贈の履行を求める請求とは明らかに性質が違います。ということは、遺言執行者には被告的格ありません、えー。基本的には所有権に基づく防害排除請求としての、えー、所有権登記抹消登記手続請求における原告的格は所有権者。 被告的確は登記名義人ということになりますから、端的にこれは登記名義人を、えー、これはやらなきゃいけないということになりますから、遺言執行者を被告とすることは明らかに違うということになります。では次に2番、これはもう絶対に外してはいけない条文知識、成年非公権人が、えーまあ、法定代理によらず、えー、訴訟提起することは一切許されません。えー、まずこれについては条文は31条です。えー、31条で、 えまず、これ、定義というかね、あのしっかり確認しておいてほしいのは、成、えー、年筆行権任と、えー、それから未成年者は絶対的訴訟無能力者です。えー、ですからもう、あのまあ、もちろんね、未成年者に関しては例外はあります、あの営業を許された場合ですよね。 営業を許されている行為についてはできますけれども、えー、まあそういうふうな例外的な場合を除いては、えー、まあ未成年者は訴訟無能力者ですし、えー、とりわけ成年非後見人は絶対的訴訟無能力者になりますから、えー、日用品の購入に関する訴えであったとしても、えー、これはあの訴訟能力ありませんので、えー、ちなみに民法のおそらく9条の引っかけですよね、あのー、民法9条正し書きでは、日用品の購入については、一応、権利能力、失礼しました、行為能力ね。 成、えー、年比後見については、えー、民法の9条の正し書きで、えー、日用品の購入、その他日常生活に関する行為については、えー、一応、その民法上は行為能力はあるけれども、訴訟能力という観点からすると31条で一切認められていませんので、えー、これはもう典型問題です。9条正し書きとの対比で、えー、押さえておいてください。では次に。 はい。3番。これは論文対策ですね。当事者が訴訟能力を核として訴え却下したら、上訴をすることができる。これは稀です。もしこれ上訴を認めないと、訴訟能力の献血を争う機会がなくなっちゃうんですよね。えー、つまり、訴訟能力がないから却下された。で、上訴してもそれは却下だよっていうね。控訴却下してしまうと、訴訟能力なしとして却下された原告がいるわけですよね。 訴訟能力なしとして却下された原告が争う機会が全くないので、一旦この訴訟無能力として却下されたとしてね、訴訟能力ないとして却下されたとしても、控訴自体は一旦適法として受け付けると。まあ、いうのが一応、判例通説ということになりますから、これは見解としては丸になります。まあ、ポイントになるのはね、これ、訴え却下判決について上訴できないとなると争いませんからね、争う機会を全面と言う場合はダメということです。 で次に4番、えー。これ引っかかっちゃダメね。法定代理人が死亡した場合には訴訟手続きは中断します。これは124条の1項3号で、えー、中断事由としてあります、えー。法定代理人が死亡したら訴訟を続けられませんから、まあ、一旦、えー、法定代理人が死亡した場合には訴訟手続きは中断しますけれども、えー、仮に、えー、弁護士が死んだと、えー。弁護士が死んだ場合に訴訟代理人弁護士ね、訴訟手続きは中断しません。えー、これはまあ条文上124条1項にありませんので、 え、訴訟代理人が死んだことによって、訴訟手続きは止まることはありません。このどうなるかでは単に本人訴訟になるだけです。え、訴訟代理人弁護士が死亡したってことだったら、それは代理人がいなくなっただけの話で、そのまま、え、本人訴訟に移行するだけですから、訴訟手続きの中断にはなりません。はい、次に5番。え、これもですね、あの、訴訟代理人が複数いるときに、え、この各訴訟代理人が単独で訴訟行為をすることができないという定め。これ、え、この定め無効ですからね。 あ,のあくまでも共同訴訟代理人、いわゆる弁護団ですよ。えー、訴,訴訟人が複数いるときには、全員が、えー、訴訟代理権を持っています。これ56条です。えー、とこれもま重要条文になりますよね、えー。いわゆる訴訟代理人が複数いるときに、その訴訟代理権を制限することできませんからね。えーまあ、全員がですね、えー、訴訟代理権を、完全な訴訟代理権を持つことになります。えー、56条の1項と2項ですね。 えー、これは各自が当事者を代理して、えー、異なる定めはできませんので、この定め自体が無効です。いいですね、この各訴訟代理人が単独で訴訟行為をすることができないという定めがあった場合に、56条1項、2項によって、この定めは無効です、えー。ということになりますから、各訴訟代理人は単独で訴訟行為することができますから、えーまあ、この単独でした訴訟行為が無効になる余地はありません。えーまあ まあ言っても定めは無効なので、え各自が、えー、と当事者を代理します。えー、と当事者を代理すると、えー。代理することになります。はい、じゃあ次です。えー、6番、えー、訴えの取り下げ、はい。これはよくありますね、被告の同意を得なきゃできないっていうのはありますよね。えー、これは送達された後じゃないからね、被告の大そですからね。 あの、要するに被告が応訴することによって、請求棄却を求めるという意思を明らかにした後は、やっぱり被告が請求棄却を求めるということの、まあ、やっぱり利益というものを保護しなきゃいけないということになりますので、これは261条2項本文ですで。これはもう論文でもうめちゃくちゃ出るやつね。送達された後ではなくて被、えー、被告の応訴後です。被告の応訴後については、請求棄却を求めるという利益を被告は持つということになりますからね。では次に。 はい、7番、まずこれ、も結論からすると、警戒確定訴訟ということになりますから、警戒確定訴訟というのは、基本的には形式的形成訴訟になりますので、弁論主義、処分権主義、不利益変更禁止の原則といった民事訴訟の原則は基本的に採用されません。あの合目的的に判決を出すという、そういう訴訟ですよね。これは、まあ、この警戒確定訴訟の法的性質は、形式的形成訴訟になりますので、 まあもちろんこれ、所有権確認は通常の訴訟だから、この上のね、所有権確認訴訟は通常の確認訴訟なので、不利益変更禁止の原則は適用されますが、警戒確定訴訟については形式的形成訴訟になりますから、繰り返しになりますが、処分権主義や弁論主義、それから不利益変更禁止の原則まあなどなど、民事訴訟の諸原則というのは、ここは適用されないことになりますから、原告よりえ有利な内容の判決を、これはすることができます。つまり処分権主義、適用されないんです。 えーまあ、一応これ、これね、まあ、本来だったらこれやっちゃいけないんですよ、あの民事訴訟では。形式的形成訴訟なんで、えー、処分権主義の適用がないので、えーまあ、原告の申し立てた以上の有利判決を出すことは全然問題なくできます。まあ、よく言われてるのは あの、形式的形成訴訟では裁判所は請求棄却をすることができず、合目的的に従った裁量的な裁判判決を出すことが義務付けられますから、その,、えー、その合目的的な判決の中で、えーまあ、別に処分権主義に拘束されずに自由な判決を出せます。ということね。えー、特にこれはまあ余談では余談というか重要なんだけど、他にこの形式的形成訴訟の典型は、共有物分割の訴えと父を定める訴えね。 えー、共有物分割の訴えとか、父を定める訴えなんかは、これ、棄却するわけにはいかんわけですよね。えー、ですので、裁判所は合目的的な判決を出す形式的形成訴訟ということになります。では次に8番、はいえー、物の引き渡しが執行不能となる場合の代償訴訟は、将来給付の訴えになります。はい、これはその通りですよね。えー、と、ちなみにこれは、引き渡し請求訴訟と代償請求は単純併合になるっていう知識も一緒に押さえておいてね。あの、これはよく出ますよね。 あの、物の引き渡しを求めるという、ま、いわゆる目的物の引き渡しを求める、え、給付訴訟をまず提起するでしょその請求をね。その、ぶ、ま、ま、物の引き渡しを求めると。ま、現在の物の引き渡しを求めて、で、それとこの物の引き渡しが将来執行不能になった場合に代償請求を行うというのは両立するんですよ。いいよね。え、つまり口頭弁論集結時において、え、現在引き渡せっていうことと、 いいよね。あの、現在引き渡せっていう、口頭弁論集結時において物が存在するから、現に引き渡せ。で、将来執行不能になったら金をこせっていうのは、口頭弁論集結時においては、現在引き渡すことと、将来執行不能になった場合に引き渡、あの、金を渡せってことは、両立しますから、これ単純併合になる。ということで、現在給付の訴えと代償請求としての、将来給付の訴えは単純併合になりますよっていう知識も合わせてここは確認しておきましょう。で、それに9番。はい。 の無効確認ですけど、これちなみに、えー、結論のみ確認しますけど、遺言無効確認は、遺言者が死亡した後については、これは訴えの利益あるんですよ。これは紛争解決の抜本的な解決になりますから。えー、まあ、現在の遺産をめぐる抜本的な紛争解決に資する。まあ、よく判例が言ってるのはね、えー、直接的かつ抜本的な紛争解決になるから、遺言無効確認の訴えっていうのは、基本的には、えー、訴えの利益はあるんだけど、生存中はダメです。生存中は訴えの利益ありません。 なぜならば、遺言者が生存している間は、まだ遺言の効力が発生していませんから、事実上の期待に過ぎませんから、あくまでもその法律関係、権利法律関係に対する対象選択の適否が否定されます。いいですかね、あのまあ、言ってみれば、遺言者が生存しているということは、まだ遺言の効力も発生してないし、もう遺言の撤回とかも自由にできる状態ですから、まだそのいわゆる従事者とされるものですかね。 遺言執行によって、受遺者とされるものについて、まだ遺言者が生存している以上は、法律上の利益はなくて、事実上の期待権に過ぎない。したがって、確認の利益の中の権利、法律関係に対する確認という対象選択の部分が否定されますから、えー、生存中はだめだし、あともう一つはこれ、まだ生きてるってことは、即時確定の利益も否定されるからね。えー、まだ生きてるってことは、まだね、即時確定の利益も否定されますから、訴えの利益なしです。でちなみにこれねあの余談というか、まあ 担当ではよく出てくるんですが、この生存中でかつ、重度の認知症で遺言の撤回がありえないような場合だとしても、訴える利益はありませんからね。もう遺言者が生存している限りにおいては、その生存しているものが、例えば重度の認知症とかで、もう遺言の撤回とかそういったものができる状態にない場合であったとしても、やはり訴える利益はない。つまり生存している限りは訴える利益はないというところまでこれは押さえておくます。では次です。 はい。10番。これはもう、あの、解説確認しておいてください。遺産確認の訴えは、訴えの利益は認められます。ちなみに、これ、口頭で確認します。これ、訴えの利益で問題になるのは、対象選択の適否の中で、対象選択の適否はどういう場合に認められるかというと、現に争われている事故の現在の権利法律関係の積極的確認訴訟の場合に、対象選択で認められるんだよね。で、その時に言あ、遺産確認の訴えで問題になるのは、過去の法律関係ではないかという点ですよね。 過去の法律関係ではないかという点で問題になるんだけれども、ただ判例は何て言ってるかっていうと、異言確認、あ、ない判例は、この遺産確認の訴えは、現在の共有の確認を求めるという、現在の法律関係に引き直すことができるんだよね。えー、つまり、この遺産確認の訴えというのは、えー、まあ言ってみればですね、 えー、これは過去の確認を求めているのではなくて、現在の共有関係を求める訴えということで、えー、現在の共有関係という、現在の権利法律関係に引き直すことができるから対象選択が肯定されると。まず、あ、対象選択の適否は肯定されるっていうのが考え方だった。であともう一つはですね、これね、遺産確認の訴えについてはもう一つ問題があって、共有持ち分権の確認の方がいいんじゃないかっていう対象選択の問題ね。えーまあ、遺産確認の訴えをやるよりも、もっと端的に共有確認の訴えをした方が、まあ、共有持ち分権ね。 単的に遺産確認なんかやるよりも、共有持ち分権の確認とか共有関係の確認というのを求めた方がいいんじゃないかっていうふうにまあ言われることもあるんだけど、ただ、共有持ち分権の確認とか共有関係の確認を訴訟物にしてしまうと、主文で遺産が出てこないんです。つまり、主文に遺産というのが出てこないと、後の紛争解決で遺産帰属性を争えない、あ、ごめんなさい、遺産帰属性が争えちゃうんですよ。 ですから、主文の中に遺産であることを確認するということを出すことによって、遺産であることに規範力を生じさせることに意味があるわけね。だから、これは、えー、対象選択の適宜だけではなくて、手段選択の問題。まあ、つまり、この遺産確認の訴えについては、要するに過去の確認ではなくて、現在の確認だから OK だっていう、その、 対象選択の問題もあるんだけれども、その共有持ち分権の確認を求めるというような、そういう訴訟物選択よりも、遺産確認の訴えという訴訟物選択をした方が、主文に遺産であるということが出てくるから、規範力を持って遺産であることを争えなくさせるっていう紛争解決よりプラスになるから、よりこの遺産確認の訴えの方が、直接的な紛争解決になるとして、手段選択の適否も肯定しているので、まあ、遺産確認の訴えの、この、えー、訴えの利益に関しては、そのね、 対象選択の適否、これは過去ではなくて現在なんだという点と、それからもう一つは主文に遺産という言葉を出すことで、紛争解決になるから、手段選択としても共有持ち分権確認やるよりも遺産確認の方がいいんだというね。このまあロジックをしっかり押さえておきましょう。ということで、10番以上。で、次です。11番はこれね、論文でめちゃくちゃ出るやつ。再権世代訴訟ね。再権世代訴訟で、はい、これ確認しますけど、非保全再建がない場合は、 そもそも、債決大権においては原告的確ありませんよね。えー、そもそも非保全債権がないってことは、法廷訴訟担当としての原告的確書けますわね。えー、つまり債決大訴訟においては、少なくとも大債権者が原告になれる理由、つまり法廷訴訟担当として大債権者が原告になれるのは、非保全債権があるからなんで、非保全債権がないってことが発覚したら、それは原告的確を書くものになりますから、訴え却下になります。はい。という11番まで。はい、12番。 はい。家屋明け渡し請求訴訟で、留置権の公弁が認められた。まあ、これは留置権に限らず、えー、同時履行の公弁とか、建物買取請求とかもそうですけれども、引き換休判決だよね。えー、ですから、留置権が認められる場合には、引き換え給付になります。ということで、12番丸。<laughs> では、次に13番。はい。えー、裁判所は特定の金銭債権の一部を請求する。これ、明示的事務請求である前提ね。一部請求訴訟で、総裁の公弁だった場合は、外側でっておりますよね。請求額からではないですよ。債権全額から引いてくださいね。 あの、これ、一応、つまり、これ、一部請求訴訟でしょで一部請求訴訟で、えー、総裁が認められた場合には、その、訴求債権である訴訟物から引いちゃダメですからね。明治的一部請求訴訟においては、外側から引くっていうのが判例ですからね。そうすると、請求額からではなくて、債権全額から引いてください。これ、外側説ですね。まあ、ここは、まあ、しっかり押さえていきましょう。 で、次に14番。これ予備試験の論文でも出てます。不法行為による人身の損害賠償請求について、慰謝料と休業損害が100万300万。で、この時に裁判所は慰謝料と150-200万の支払いを命じられるか。はい、えー、これ、訴訟物合わせて一つですよね。えー、この人身損害に関しては、訴訟物は全体として一つになるので、 全体として1個になりますから、今回は400万が訴訟物です。で、今回、慰謝料と休業損害200万円ってことですから、任用額は350万です。任用額は350万ということになりますから、そうすると、結局これ、処分権主義に反しませんって話ね。 あの、一見するとですね、これ、訴訟物を別個と捉えてしまうと、医者料が処分権主義違反じゃないかっていう議論が出るんですよ。つまり、医者料請求額が100万なのに、医者料請求額が150万、あ、違う違料任用額が150万になってしまってるってなると、いわゆる処分権主義の観点からすると、いわゆる請求額が100万の医者料に150万の任用していいかっていう問題が出てくるんだけど、ただ、一般的に判例が言ってるのは、この不法行為に基づく人身損害は、精神損害、財産損害、まとめて1個の訴訟物と。 え考えてます、えー、ですから、そうすると処分権主義の問題からすると、全額から見ればいいので、400万の訴訟物に対して、350万の任用しているということになりますから、まあ、これ一般に非目流用と言われるやつです。非、えー、目流用と言われるやつで、これは全く問題なく認められることになります。ちなみにこれ、予備試験の論文でこれ、聞かれてますから、まあ、予備試験の過去問をもうすでにやられている方は、これは外しちゃいけない問題ということになりますね。では次に はい、えー。予備的整合と選択的併合を弁、便利、論分離することはできない。これは当然です。あの、分離しちゃったら判決の矛盾が生じますからね。えー、この、併合形態の性質からすれば、予備的併合とか選択的併合っていうのは、もし、弁論を分離すると、複数認められる可能性がありますよね。えー、弁論論分離すると、例えば予備的併合で、予備的請求と主義的請求が両方とも任用されちゃうとかね。選択的併合も、どれか一個を認めろって言ってるのに、分離する結果、複数任用されるっていうことになりますから、併合の性質上無理ということです。では次、16番。 はい。判例によれば、控訴審における訴えの変更。まずそもそも訴えの変更が控訴審でできるんだっていう問題が一応あるんですが、えー、ただこれ細かいですけど、控訴審は基本的に第一審のものをほぼ全て順用します、えー。控訴審の条文っていうのは実はあんまり見る機会ないかもしれませんが、えー、まあね、あまり見ないよね、これね。えー、控訴の条文についてはですね、297条でほぼほぼ全てが順用されます。えー、ですから、297条で、 1> 第1の手続きが順用される結果、143条の訴えの変更は問題なくできます。297条が順用する143条1項で訴えの変更は全く問題なくできます。そして問題なのは、じゃあ、訴えの変更において請求の基礎の同一性という要件があるよね。 だけど、この請求の基礎の同一性っていうのは、被告保護のための要件だから、これ復習になりますけど、もう一回、あの、忘れて確認して、請求の基礎の同一性の要件っていうのは、基本的に訴えの変更の要件だけれども、被告を保護するための要件だから、被告が同意した場合とか、被告が意義なく応訴した場合とか、被告の陳述をきっかけに訴えの変更がなされた場合。この三つは、被告を別に害することないですから。 被告の同意がある場合、被告が異議なく応答した場合、被告の陳述をきっかけに訴えの変更がなされた場合、これについては、被告の被利害を害することはありませんので、請求の基礎の同一性はいらないというのが判例通説です。ということは、今回、相手方が異議なく応答してますから、えー、これは請求の基礎の、えー、まあ変更があったとしても別、全く問題なくできます。いいですね。あのその他のさっき言った2つね、被告が同意した場合と被告の陳述をきっかけに変更がなされた場合も同じです。 結局、被告を害することはないから請求の基礎の同一性の要件はいらないということですね。では次に、はいえー、今度は17番、二重基礎の問題です、えー。債務不存在確認請求訴訟とそれから貸金返還請求訴訟はこれは訴訟物たる権利関係同一ですからね、えー、裏表の関係、つまり訴訟物矛盾関係です。 ちなみにこれ142条の問題ね。当事者の同一性は明らかじゃん。X の Y に対する訴訟と Y の X に対する訴訟だけど、これ裏表の関係ですよね。えー、債務不存在確認と貸金返還請求って、まあ、これ同一債務でしょ。 同一債務についての貸金返還ってことになれば、それは、まあ、債権ってあるかないかの裏表ですから、まあ、矛盾関係に立ちますから、訴訟物って言ったら権利関係同一なので、まあ、当事者の同一性、それから、事件対象の同一性、いずれも認められますから、これ、二重基礎に当たっちゃいます。したがって、これは142条に反して許されませんってことです。では次に、はい、X の Y に対する売買代金支払い請求訴訟である A 訴訟と、Y の A に対する貸金返還請求訴訟が、それぞれ継続中に、 A 訴訟の被告 Y が A 訴訟において B 訴訟の貸金債権を自動債権とする総裁の抗弁を主張することは許されない、これはもちろん判例がありますよね、一応、これ142条の累積適用です、総裁の抗弁には規範力生じちゃいますから、総裁の抗弁には規範力が生じちゃいますから、これはやっぱり矛盾抵触が生じる恐れがあるので、これは許されませんよね。 えー、ポイントはもうベストが定期してるわけでしょ。もうベスト定期してるわけだから許されない。で、これは反訴だったら別ですよ。反訴だった場合には、これは、あの、認められるっていうのが判例だけれども、少なくとも今回、A 訴訟と B 訴訟は、ベストとして定期されてます。まあ、それぞれ継続中ってことは、これ、ベストですよね。えー、ベストとして定期されてますから、えー、そのベストで定期されてる債権を、ベストで定期されてる債権を、えー、総裁の答弁で出しちゃうと、 言ってみれば、総裁の神戸に規範力が生じる以上は、矛盾判決、規範力の矛盾が生じる可能性がありますので、判例上認められてないということになります。次に、はい、X の Y に対して土地所有権に基づく所有権の移転登記手続き訴訟の継続中に、Y が X に対して所有権確認を求める別荘を提起することは、えー、許されないということですが、えーと、一応これは難問でした。あの学説上は主要争点共通の場合は、 あの二重基礎として引っかかるよというのが判例でしたね。あごめんなさいあの、学説ですよね。まあ、言ってみれば、二重基礎として引っかかるものとしては、所有権の基づく土地、えー、所有権移転特定請求と所有権確認というのは、これ、まあ、言ってみればですね、あれですよ、あの事件対象の同一性、142条の事件対象の同一性をどこまで求めるかという問題で、えー、一応、まあ、争いがないのは、争いがないのは、訴訟物が同一の場合と、 訴訟物たる権利関係が同一、つまり矛盾関係の場合です。えー、訴訟物が同一と訴訟物たる権利関係が同一、つまり訴訟物の矛盾関係の場合は、えー、二重基礎は禁止されるよと、二重基礎で禁止されるよということで、えー、これはもう争いないんですが、じゃあ、このように19番のように、主要争点共通の場合まで広げるか、というところは争いがあるわけですよ。で、一応、学説上はこれ認めるべきだというあてください、学説上はこれは二重基礎に引っかか,かるんだという見解が有力です。 ですから、まあ私が合格答案作成講座とかだと、まあ二重基礎の禁止のところでどこまで広げるかって言ったら、これ主要争点共通まで広げるべきだと。まあつまり142条の趣旨からすれば、事実上の矛盾抵触の防止もあるし、あとはやっぱり被告の嘘の反とか訴訟不経済っていうのを考えればね、142条の趣旨っていうのはさ、あの判決の矛盾抵触っていうのもあって、まあもちろんありますよね、判決の矛盾抵触っていうのはあるけれども、その他に訴訟不経済の防止とか被告の嘘の反の防止っていうのも142条の趣旨にあるわけだから、 そうすると、訴訟物の同意とか、訴訟物の矛盾関係の時だけじゃなくて、まあ言ってみればこのような主要争点共通の場合でも、やっぱり二重基礎の禁止の趣旨は当てはまるだろうという、で特に、まあ矛盾判決という意味では、これ事実上の矛盾は生じるよね。気持ち悪い判決が出ますから。まあそうすると、やっぱりそれは、あの二重基礎に引っかかるべきだっていうのが学説としては有力で、まあ論文書くときにはそれが非常に有力なんですが、担当上のポイントとしては、判例上は認めてるんですよ。えー、判例はね。 えではあるので、一応許されるっていうのが一応判例ですが、これま、そこまで踏まえて間違えた人はいいよ。一応判例上は罰なんだけれども、ただ、もっとも、ま、通説は、OK としてます。一応これ判例の立場です。ま、なぜならば、ま、判例は、え、先ほども言った通り、 あの、二重基礎の禁止に入って、判例はダメだよってしてます。えー、判例の場合は、このように。あ、だからごめんなさい。えー、許されるってことです。ごめんなさい。許されるってことです。だからね。えー、ごめんなさい。通説はごめん、逆だ。通説はやっちゃダメだよって話で、ね、判例は OK としてるんです。つまり、あの、二重基礎に引っかからないと。まあ、含まないってことだよ。だからね。えー、つまり、えっと、19番の問題については、まあ、もう一度言いますけれども、 あの一応、このように、訴訟物の同一、訴訟物である権利関係の同一、つまり矛盾関係以外の主要争点共通について、まあ、これについてはすげえあの古い判例、昭和の判例です。えー、昭和の判例では、えー、一応これは二重基礎の禁止には抵触しないという一応、判例があるので、一応まあ担当対策ではこれを聞いてるんだけれども、えー、ただまあ学説の見解からすると、やっぱり主要争点共通の場合でも、やっぱり事実上の矛盾判決が生じるから、 まあやっぱりこれは二重基礎としては許されないんだという見解はそれなりにありますので、えー、一応まあ、担当である以上判例を答えなきゃいけないので、一応これは二重基礎には抵触しないというのが判例ということになります。はい。ということですね。じゃ次に20番。はいえー、これ、訴訟代理人、反訴定期特別委任事項ですよ。えー、これはもう条文そのものですね。反訴定期については55条2項1号で特別委任事項です。えー、ですから、できない。に え決まってるじゃないですかって話になります。えー、搬送の定義については、特別、えー、特別受験事項でごめんなさいます。えー、特別受験事項になってますので、まあ、もし忘れてる人は、55条2項各号は見直しておいてください。えー、特別受験事項として、55条の2項各号で、特別委員がなければできないものが並んでますからね。そこは確認しておいてください。 では次に、21番。ここからは弁論主義ですね。所有権に基づく竹本の明け渡し請求訴訟で、原告がタダで使わせていた、つまり使用貸借の事実を原告が言っちゃってる。<laughs> まあ言ってみれば原告が事故に不利な、えー、言ってみれば占有権限の答弁を基礎づけることを原告が言っちゃってるんですね。えー、つまりこれ原告が陳述していると。まあ、本来だったらこれ被告に有利なことだから被告が言うはずなんですよね。 え、被告が言うはずの主要事実です。まあ、特に、えー、所有権に基づく明け渡し請求ということは、これはあの、被告にとっては占有権限の公弁を基礎づけますよね。えー、原告が被告に対して建物を無償で使用させていたっていう、いわゆる、えー、あ使用対策契約締結の事実について、えー、原告の方が、えー、公弁事実を先行して言ってしまったという場合に、<laughs> えー、裁判所は、えー、この事実を認定していいか。これ問題ないね。 弁論主義第一定図からすると、これ主張共通の原則がありますから、つまりどちらかから出てくれゃいいんでしょういや、ね。弁論主義第一定図からすると、えー、別に当事者のいずれかから出てくればいいですから、いずれかの当事者、 あれば OK ですから、本来被告に有利なことは被告が陳述するべきであって、被告が栄養するっていうのが本来なんだけど、被告が栄養なくても当然大丈夫ですからね。被告が栄養しなくても原告の側が主要事実について、まあこれはちなみに、念のためこれまあ民訴のえまあ論文的な知識のためにやってると、これは一応主要事実です。だから弁論主義適用あるからね。主要事実です。まあなぜならば、これ占有権限の抗弁です。 え、被告からすれば占有権限の公弁に関する事実だから主要事実なんで弁論主義の適用があると。で、弁論主義の適用があることを前提に、え、いずれかの当事者からの主張があれば裁判所は判決の基礎としている。まあ、これが主張共通の原則ですよね。あ、ごめん、ちゃんとやると、え、当事者間の主張共通の原則。 できるとというここになりますれ22番も同じく弁論主義え、不法行為に基づく損害賠償請求がありました、被告が原告に損害発生に関する過失があることの根拠となる事実を主張している、ちなみに過失は規範的要件だから、具体的事実があれば、これで主要事実の主張 OK です。でね、過失を基礎づける具体的事実が主張されていれば、これは、えーまあ、これ一応、基礎づける具体的事実があるわけですよね。 これが使用事実になります一応、問題の所在として押さえてほしいのは、過失というのは規範的要件だから、過失というのは規範的要件だから、過失そのものというのは使用事実じゃないんだよね。<laughs> えー、あくまでも過失というのは、ごめんなさい、えー。規範的要件だから、過失そのものが使用事実になっているわけではない。 えなので、過失を基礎づける具体的事実が主要事実なんで、えー、今回はこの過失を基礎づける具体的事実が現れているわけだから、えー、裁判所は過失総裁したって構いません。ちなみにこれよく出ますね。過失総裁の主張はいりません。過失総裁をするときには過失総裁するというような権利主張は不要です。 まあこれ重要だからちょっとちゃんと説明します。なぜならばこれ理由確認しましょう。民法の722条2項がこれ裁判所の職権としてます。ですから当事者の主張はいらないんですよ。過失総裁するってことについては。もう過失総裁するかどうかは裁判所の職権です。えっ、ー、とね、722条の2項ですね、えー。被害者に過失があったときは裁判所が損害賠償額を定めることができるってことされてますから、まあ一応これはちゃんと実態法の知識。民法722条2項を見れば、 えこれは裁判所の職権で行うわけですよ。まあ、職権ってことか、裁判所の判断で行うと。まあ、いうことですよね。だから、これは裁判所の職権事項になります。過失相殺するかどうかは。えー、だって、書いてある通りね、722条2項では、損害賠償額を裁判所が定めるってことだから、過失相殺するかどうかについては、当事者の権利主張はいらない。 けれども、まあ、少なくとも過失を基礎づける具体的事実は主要事実だから、それは言わなきゃいけないということですから、まあ、今回はそれが出てきている以上は、えー、権利主張なくても問題なくできますということですね、22番丸、はい、23番、えー、条文一発です、えー、いわゆる犠牲陳述の問題ですが、原告の場合も犠牲陳述であるよ。えー、これは、まあ、条文見といてください、158条。<laughs> まあ実務上あんまりないけどね、原告が欠席で被告が出席ってことは、実務上はないけれども、実務上はほぼね、被告が欠席して答弁書出して原告出席的ですよね。被告が答弁書出して欠席で原告が出席しているときには、被告のえ答弁書が犠牲陳述されるっていうのがまあ一般的ですが、逆も一応、条文上認めてますよね。158条、原告または被告がって言ってるわけです <laughs>。はい、じゃあ次です。24番、弁論準備手続きは当事者の同意を得なければならない。 168条を見てね、えー、弁論準備手続きは当事者の意見を聞けばいいんです、えー。つまり当事者の意見を聞いた上で行うから同意まではいりません。えー、弁論準備手続きについては、聞いてです。まあ、聞いてはこれ漢字だっけだよね。条文上漢字なんでこっちも漢字で言いますが、えー、当事者の意見を聞いてです。えー、ちなみに付するときはね、 でちなみにこれ余談というか、担当でこの後ね、担当対策がっちりやるときには聞かれるんだけど、弁論準備やめたいって時には、両方がやめたいってったらやめなきゃダメなんです。一応それはあるんですよ。あの、弁論準備に付された後に、両当事者がもう弁論準備やめようぜっていうことで、原告、どっちもが弁論準備やめてくれって言ったときにはやめなきゃいけないっていうのがあるんですよ。ですが、えー、少なくとも弁論準備に付する段階では、裁判所が当事者の意見を聞けば足ります。これ168条。 かなまあ、条文の、そうですね、168条でありますので、そこは確認をしておいていただければと思います。いいですかね、あのちなみにさっき言った話ねあの、どっちもやめようぜって申し立てがあったら辞めなきゃいけないの、172条正し書き、えー。どっちもやめようぜって言ったときには、えー、当事者両方が申し立てたら、えー、弁論準備はやめなきゃいけないよって172条の正し書きにはあるんだけど、これ、辞めるときです。 両方やめようぜって言ったらやめなきゃいけないっていうのはあるんだけど、始めるときには当事者の意見を聞くだけで結構ということになりました。同意は言りません。では次です。25番。これは現場思考の問題です。当事者間における特定のものを承認として申請しない目での合意。これはいわゆる証拠制限契約ってやつよね。これはもちろん裁判所を拘束します。一般的にこれは証拠制限契約として有効ですよね。 えー、ということですから、えー、当事者間において特定のものを証人として申請しないという合意があった場合、この証拠制限契約については、一応これは弁論主義の範囲内ですからね。えー、弁論主義の範囲内ですから、えー、この合意は有効であるということになりますが、ただ、尋問完了後はダメよ。尋問完了後に排除しても合意は裁判所を拘束しない。なぜならば、これは新証形成済んじゃってますから。 えー、だって裁判所が証拠調べて、新証形成した後に、さっきの人なしねっていう話は無理でしょう。なんで、これはもう裁判所が新証形成済みです。えー、ですから、この場合、裁判所を拘束することはありませんということですね。では次に、やっと半分。<laughs> じゃあ、それでは26番。はいえー、これ、26番も、まあ、しっかり考えてください。10年の取得事項を原因とする訴えの請求原因に対して、 えこれは所有権を有しないことを知っていたというね。まあ悪意ですけど、これは公弁ですね。悪意の公弁になります。なぜならば、請求原因事実において、この善意っていうのはこれ、覚えてます推定が出てますよね。原告は善意であることを主張する必要はありません。つまり、請求原因事実の中に、原告が善意であること、つまり専有開始時だよ。 え、原告が占有開始時に善意であることっていうのは、原告は主張する必要はありませんよね。推定されてるから。ということは、被告がこの悪意であったっていうね、原告悪意だったってことは、請求原因事実と両立します。よって、公弁です。という話ね。あの、つまり、否認か公弁かって問題です。つまり、請求原因事実と両立しない事実が否認でしょ確認ね。あの、請求原因事実と両立しないのが否認。請求原因事実と両立する事実の主張が公弁ってことになりますよね。いうね、請求原因事実と両立するかしないか。 で、この時に、取得事項の請求原因の中に、原告の善意っていうのは出てこないんです。繰り返しますけれども。なぜかっていうと、えー、民法の取得事項においては、186条1項で、えー、善意は推定されてますよね。ということは、善意が推定されてるってことは、原告は事項取得を主張するにあたって、請求原因で占有開始時の善意を主張する必要はありません。なぜなら推定されてるからです。大丈夫かなここはね。 えーまあ、繰り返しになるけど、まあ、不安な方は民法を確認しといてね、えー。一応要件事実としては、162条ね。162条で一応なんか、162条2項か。<laughs> 162条2項で、占有開始の善意というものは162条2項で一応なんか要件のように書かれてるけれども、186条1項で、えー、この善意というのは推定されていますから、要件事実の請求源から外れます。だって推定されてることは言う必要ないですよ、原告は。 推定されていることは原告は言う必要はありませんので、そうすると、この10年の取得事項を主張する原告は、占有開始時の税意については、推定されている以上、請求原因事実として主張する必要はないんですよ。ということは、被告が悪意っていうふうに主張するにあたっては、別に請求原因と両立してるんですよ。請求原因と両立してるんですよ。なので、これは公弁にあたるってことになります。 まあちょっと不安な方はこれ要件事実になっちゃうので、また実務基礎の時にこれ詳しくは出てきますけれども、まあこういうように、162条の2項のね、そのさっきの税みたいに、これちょっとあの入門の復習になるけれども、162条2項のように、条文上要件のように見えるけれども、条文上要件のように見えるけれども、推定規定がある、186条1項の推定規定があるおかげで、要件事実から外れるっていうのを暫定事実って言いますね。これはまあちょっと、 復習になりますけど、暫定事実なんて話出てきましたよね。あの、一応なんか条文上は162条2項では、善意ってものは要件のように書いてあるんですよ。確かに一応要件だよね。162条の要件のように書いてあるんだけど、186条の推定規定によって、請求現実じゃなくなるんですよ。でこのような、えー、推定規定を介して、<coughs> え、言ってみれば、請求原因事実じはなくなるようなものが、え、いわゆる暫定事実と呼ばれるもので、そうすると、請求原因からは善意ってものは必要ないんで、被告が悪意っていうことは別に請求原因と両立しないわけじゃないんですよね。なので、これは悪意の公弁として扱われること。ちょっと難易度高い。じゃあ次です。はい、え、27番、これはもう当然です。え、弁論準備の主張された事実は、当事者が口頭弁論で陳述しないと、これは訴訟資料にならないよね。まあ、これは当然ということです。 えー、条文上も173条であります、えー。少なくとも請求原因、あの、ごめんなさい、ごめんなさい、失礼しました。少なくとも口頭弁論に検出された資料のみが、訴訟資料になりますから、あくまでも弁論準備手続きで行われていることは、えー、弁論準備手続き室の中でやってますから。 あの口頭弁論でやってるわけじゃないですから、弁論準備手続きの中で行われている、このような結果というものについては、口頭弁論で行われているわけじゃないので、弁論準備から戻ってきたときの最初の口頭弁論で陳述をすることで訴訟資料になります。では次です。28番条文一発かな。えー、当事者両方がバックレたと、えー。当事者両方がバックれて、1ヶ月以内にどっちも言ってこなかったら、訴えの取り下げ、犠牲されます。これは263条ね。 忘れてる人はもう一度。ちなみにこれもう一個あったよね。当事者両方が、当事者双方が2回連続バックレットときも訴え取り下げになります。もうやる気ないだろうって話ですよね。だいたい訴え取り下げが犠牲されるケースは、当事者の両方ともバックレて、1ヶ月以内にリスケがないとき。それとあともう一つは、当事者両方が2回連続来ないとき。これについては、訴えの取り下げと扱われますで。次に29番。はい、これはもう基本問題、判決の言い渡しは当事者いなくてもできる。これも251条2項。 で、規定されています。まあ、これはしっかり確認しておいてください。えー、当社いなくても言い渡しできます。そして次の30番ですね。えー、成立に争いのある私文書に本人の印象による陰影が存在する場合、まずその陰影は本人の意思に基づいて検出されたものと事実上推定され、引いては、えー、私文書が申請に成立したものと推定される。まあ、いわゆる二段の推定ね。で、これは丸になります。えっ、ー、と、一応これは、あの、あれですよね。あのー、 えっと、不安な方はしっかり確認しておいてね、2段の推定ね。あの一応、ここの部分、まあ、一応まずは、あの1段目の推定、これですよね。<laughs> 陰影があるってことはあんたが押したんだろうって話ですよね。これが事実上の推定です。えー、つまり、私文書に陰影があるってことはあなたが押したんでしょっていうね。えー、つまり、その陰影が存在するならば、あなたの意思に基づいては犯行をしたんでしょっていうことが、まず事実上推定されて。 で、あなたが犯行をしたってことは、あなたがその文章を作ったんでしょっていうことが、えー、その228条4項で2段目の推定が働くと。これが一般的に2段の推定ってやつだよね。228条4項で、これは一般的に法定証拠法則です。一応推定されるって書いてあるんだよね。つまり、争う側は反証で足りるんだよね。 まあ一応、この30番は2段の推定ってことになりますから、一応担当として一応、丸っていうふうに結論は出しておきますが、もし、ここちょっとちゃんとやってないなっていう方は、しっかりここ、インプット確認しておいてください。特に予備試験だと、実務基礎科目で2段の推定はもう2年に1回以上出てますから、2年に1回以上出てますから、2段の推定はしっかり押さえておきましょう。では次に31番。 えー、売買契約に基づく代金支払い請求訴訟の口頭弁論記述において、原告が売買契約書を提出して、訴訟の申し出をした。被告が、はい、その売買契約書を作ったという主張をした。<laughs> で、そして被告が認めたと。私が作ったよっていうことを認めた。はい、えー、裁判の自白が成立する。するわけないじゃないですか。これ補助事実ですよ。私が作りましたってことは、これ補助事実ですから、弁論主義第二点適用ないから、ね、使用事実じゃないから。 えー、つまり、この私が作ったってことは、言ってみれば、証拠の証明力の問題ですから、これ補助事実です。ということは、まあ、弁論主義、えー、第二定では適用されませんので、裁判所の自白が成立する余地はありません。まあ、あくまでもこれ、不要証拠が生じるとはされてますけれども、えー、裁判所の自白が成立するってことはないです。では次に32番。 請求の放棄認諾をする書面を提出した当事者が口頭弁論に出頭しないで相手方が出頭した場合には請求の放棄認諾したものへの陳述をしたものとみなすことができる。えー、これはもう条文そのもの266条2項を確認しておいてください。えー、基本的にはね、えー、請求の放棄認諾は原則は口頭で行うんですよ。えー、あくまでも請求の放棄認諾というのは原則は当事者が口頭で行うんだけれども、えー、書面提出して休んだ。 っていう場合には、相手方が出頭している場合には、陳述したものを犠牲してくれます。ということでね。じゃあ33番。えー、成立した、え、訴訟上の和解について、作語取り消しをして、和解の効力を争う。ちなみにこれは、あの、できるんだよね。制限的規範力説からはできます。これはもうそもそもね。この、そもそも制限的規範力説からすれば、えー、訴訟上の和解については、意思表示の価値があるときについては、これはできるんですよ。争うこと自体は。 えー、一応確認しといてね、えー、問題となる条文は、あの二百六十七条の文言ね、あの確定判決同一の効力を、えー、有するってやつです。二百四十七条だけど、違う違う違う、六十七条、ごめんなさい、えっ、ー、と二百六十七条で、あの長所に記載したものについては、こういうことですね。 えー、長所に記載された場合には、この裁判上の和解というのは確定判決と同一の効力を有していて、この確定判決の同一の効力というのは制限的規範力説と言われています。えー、つまり原則は規範力はあるんだけれども、意思表示の瑕疵などの無効取り消し原因があるときには、えー、規範力が生じず争えると、まあ、いうやつです。えー、いいかな。 その意思表示の歌詞、今回、作語取り消しということですから、もう典型的な意思表示の歌詞ですけれども、作語取り消しを主張するようなことは可能なんですよね、これは制限的違反力説からすると、実態法上の無効取り消し原因がある場合には、特に意思表示の歌詞をね理由とするね、意思表示の歌詞を理由とするなどの、そういった無効取り消し原因がある場合には、規範力を否定して争えると、この争い方は、ベスト定規だけではなくて、いち指定の申し立ても OK だからね。 つまり、訴訟が終わってないっていうことから、つまりどっちもできるんですよ、つまり別訴定起をやることもできるし、期日指定の申し立てをやることもできます、まあ、つまりこのように、えーまあ、裁判上の和解の効力を争いたい当事者としては、そもそも和解が無効なんでしょ、和解が無効ってことは、訴訟が終わってないんだから、続きをやってくれということで、期日指定の申し立てをすることもできるし、 それから、まあ、場合によってはベスト提供を申し立てることもできます。えー、なので、33番は罰ということになります。ちなみに、これ、予備試験令和5年論文の第2問。こ、え、れ、ー、は罰さ日、ここ聞いてますから、えー、まあ、ここの知識はちゃんと持っておくべきということになります。では、次ですね、結構長い問題です。ね34番あい。X が Y に対して1000万円の貸付債権の一部として、100万円の支払いを求める訴訟を提起した。ということで、どうやらこれ、明示的一部請求です。えー、明示的一部請求で、一部任用判決を出しました。 もうこれもう聞いてることわかるね。あの、明治的一部請求で一部でも敗訴したら残部請求審議則上できないからね。つまり明治的一部請求においては、えー、一部でも敗訴したってことは、これは実質的に残部がないことの判断に他ならないですから。つまり100、1000万のうち100万円の一部請求したときに、60万しか認められなかったってことは、実質的に考えれば残部がないことに他なりませんから、それで別訴提起することは審議則上許されないんだよね。いいよね。これはまあ一応、罰です。 えー、一応、規範力には抵触しません。えー、規範力には抵触しないが、えー、審議則上許されませんよね。だって、自主的な蒸し返しでしょこれ、要するに。 まあ今回明治的一部請求でしょ。一部でも敗訴した場合、残部請求は、まあこれだね。900万円の支払う訴えについては、これ残部ね。こういう話ね。えー、つまり明治的一部請求訴訟において、えー、この明治的一部請求訴訟で一部でも敗訴した場合は、残部請求は審議則上許されませんからね。ということを言えばいいわけです。それで34番、ツです。 じゃあ次35番いきましょう。はい。X の Y に対する賃貸借契約終了に基づく、えー、土地の明け渡し請求で、いいかな、えー。賃料不払いによる解除を理由として、えー、任用されたという場合、この判決の効力は、えー、口頭弁論終結前から土地を転借している Z に対しては及ばない、えー、ということですね。まあ、これは当然及びません。だって、口頭弁論終結前からなんだから、そもそもこれは、あのー、規範力の115条1項から4号どれにも当たりません。 えー、まあ、転借人ということですからね、今回ね。もう転借人は、あの、ちなみに、聞いてることはシンプルで、115条1項の、まあ、3号には当たらないよね。口頭弁論集結後の承継人にも当たらないよね、これはね。で、あと転借人は独自の利益あるでしょ。えー、転借人には転借人の独自の利益がありますから、115条1項4号にも当たりません。ということが言えればいいかな。で、次に、はい、36番。<laughs> えー、貸金返還請求訴訟で、 え、被告である借主が、総裁適条にある反対債権を有していたものの、総裁の意思表示をしないまま、口頭弁論が集結した。まあ、つまりこれ、規範力の問題の典型です。これも問題文読んだときに、ちゃんと気づいてほしいのが、基準時前に存在した形成権を基準時後に使っていかって問題だよね。えー、つまり今回は、総裁適条において、えー、その前祖の口頭弁論集結前に、反対債権が総裁適条になっているわけですよ。 ということは、この総裁権について、つまり、形成権ね、形、え、成、ー、権たる総裁権について、口頭弁論終結前に存在していたものを、えー、判決確定後に、いいかな、判決確定後に行使することができるかっていう問題ですが、これはあれだよね、前訴の提出期待可能性を見るんだよね。そうすると、総裁の公弁っていうのは、実質敗訴を認めるものです。えー、よく言われてるのは、総裁の公弁っていうのは、敗訴覚悟で出す最終的な攻撃防御方法って言われてますよね。ということは、 まあ実際に総裁の答弁を前訴での提出期待可能性ないんですよ。まあ一応、この総裁の意思表示っていうのは、これ敗訴覚悟なんですよね。まあよく言われてる話ですけれども、まあ敗訴覚悟で出す最終的攻撃防御方法と言われてますから、 そうすると結局これ前祖での提出期待可能性ないんですよ。一般論としてね。ということはやっぱり認めるべきでしょ。要するに前祖で出すことが期待できないんだから。 この総裁の公弁と、あともう一つこれ予備試験も含めて出てくるのは建物買取請求権です、えー。総裁の公弁とか建物買取請求権っていうのは被告からすれば負けを格好で出すので、えー、前訴で、えー、提出する期待可能性というのは一般的にないものとされてますから、そうするとその後にやっぱりこの総裁の意思表示というものを主張することはやっぱり認めるべきだと。まあいうのが一応判例の立場ということになりますから36番は丸ということになりますかね。では次37番。 はい、ちょっと長めですけれども、しっかりやればね、はい、X が Y に対する、え、売買契約の詐欺取り消しを理由として、えー、これ、不当利得返還請求してます。で、詐欺の事実が認められないとして、請求棄却判決が出た。で、その後、いいかな、ここまでね、X が Y に対して、通報虚偽表示の無効理由として、売買契約の不当利得の返還を求める訴えを提起した場合、請求任用判決を出すことは、規範力に反して、 えー、許されないということですけれども、まあ、これは、あれですよね。だって、訴訟物同じじゃないですか。結局、理由は違うよ。理由は、売買契約の詐欺取り消しを理由とすると。詐欺取り消しを理由とするっていう理由は違うよね。こっちは、えー、通報虚偽表示の無効を理由としてってやってるけど、あくまでも訴訟物はこれでしょ。訴訟物同一ですよ。あの、あくまでも理由は関係ないからね。訴訟物の同一ってみれば、えー、まあ、これについては、えー、前訴も後訴も不当利得返還請求です。 えですから、これは訴訟物同一と見ることができますから、まあ、言ってみれば不通りと変換正規です。ということは、あ、ごめんなさい。ちょっと見づらくなっちゃったので、ということは、これ、規範力作用しますよね。 違反力作用しますから、えーまあ、前祖で請求棄却ということになってますから、まあ、新たなね、あのー、新たな例えば口頭弁論集結後の事情があれば別ですけれども、今回はそういう事情書かれてませんから、えーまあ、一応前祖で、前祖と誤祖っていうのはね、詐欺取り消しだとか通報虚偽表示の無効だみたいな理由はちょっと違ってるけれども、訴訟物だけを見れば、訴訟物は、えー、これは不当力返還請求です。 ということは、不当利得返還請求という訴訟物同一になりますから、えー、まあ、いいですよね。えー、売買代金相当額。つまり、同一代金だよね。えー、同一代金の不当利得返還請求ということになりますから、えー、これは訴訟物同一に当たるので、規範力作用しますので、えー、やっぱり、もう、棄却判決が確定している以上、任用判決は許されないよね。もちろん、規範力は裁判所も拘束しますから、えー、規範力は裁判所が拘束しますから、まあ、結局のところ、これ、規範力が作用してしまうと。 え、規範力が作用することになりますから、そうすると、まあ、訴訟物同一として規範力が作用する以上、これは丸ということですね。一応念のため確認すると、規範力が作用する場面は、同一矛盾煎決って3つありましたけれども、まあ、本件においては、同一代金に対してね、同一の代金についての不当利得返還請求ですから、訴訟物同一というふうに理解されるということになります。では次38番。えー、結構長いですけれども、頑張っていきましょう。はい、X が Y に対して、消費対策契約にまず金返せと。 で、請求任用判決が確定した。その後、Y が、当該貸金返還に基づく貸金債務について、口頭弁論終結前に事項期間が経過したとして、消滅事項を援用し、債務不存在確認を訴えを提起した。もうすごくシンプルな問題です。貸金返還請求の訴えと、それから債務不存在確認ということは、これ、訴訟物矛盾です。ということは、これ、規範力が作用します。だって、債権があるかないかでしょ。 給付訴訟と債務不存在でしょう。ということは、この2つは訴訟物は矛盾関係です。あごめんなさい、えー。訴訟物矛盾です。ということは、規範力は作用します。ということは、えー、とこの消滅事項については、これ、前訴口頭弁論終結前の自由ですよね。えー、訴訟の口頭弁論終結前に時効期間が経過していた。 ということになりますから、これ、基準時前の自由ですから、えー、判決については、これ、許されないことになりますね。えー、これはやっぱりあの、規範力に抵触します。いいですかね。あ,のー、あくまでもこれ、前訴の規範力が誤訴に作用してますから、えー、前訴基準時前のことは基本的に言えません。もうねあの、主文と異なる結論を導くものはね。いいかな、ここはあのしっかり押さえておいてください。あの規範力というものは、あの前訴が誤訴に作用した場合ですね。 え前訴規範力が誤素に作用した場合には、その規範力の作用がした効果として、規範力の作用する誤素では、前訴の口頭弁論集結前の自由で、前訴主文と異なる結論を導く主張は全部排斥されますから、<coughs> ということはこれ、書いてある通りですけれども、口頭弁論集結前の時効期間の経過っていうことは、前訴の口頭弁論集結前の事情ですよね。前訴の口頭弁論集結前の事情で、 で、そして、この、請求任用判決と矛盾する結論を導いちゃいます。えー、請求任用判決ということを矛盾する結論を導いちゃいます。ということは、えー、この前祖規範力が誤訴に作用した結果、作用する誤訴においては、その、前祖の口頭弁論集結前の自由で、えー、前祖主文、つまり請求任用判決だね、と異なる結論を導き得る主張、つまり今回のような、消滅事項期間の経過みたいなものは一切排斥されます。 したがって、これを棄却判決で出すことは許されないということですから、訴訟物の矛盾を説明できないということですね。では次、39番、はい。X が Y に対して所有権移転登記の原因となる行為の不存在を理由として、所有権に基づいた、えー、所有権登記移転抹消登記手続きを求めたと。請求任用判決が確定したあとに、はい、Y が Z に対して所有権移転登記手続きをした場合、はいえー、この時に入る。 はい。これはまあ普通に考えてください。的確承継手取るのがまあ一般的かなという気がしますけれども、少なくともこれは所有権に基づく抹消投機手続きということになりますから、そうするとこれっていうのは、被告的確は投機名義人です。あ、で、もちろんこれあの、ごめんなさいね。 あの私の入門講座だと、115条1項3号を的確承継説で取りますから、一応それを前提に解説しますけれども、まあ、場合によってはね、あの皆さんがインプットするにあたっては、まあ、インプットの講座によっては、例えば、紛争したいたら位の承継まで広げちゃうっていう見解ならば、ましてや認められますからね。 あの、この115条1項3号については的確証形説を取るか、紛争したいたる地位の証形説を取るかっていうのは、まあ、おそらくインプットの、あの、抗議によって変わってきますので、一応ちょっと私の入門だとね、あの、115条1項3号については的確証形説を取るという見解を取ってますので、で、それであの、訴訟証形については紛争したいたる地位の証形っていう見解を取ってるので、一応それにとって説明すると、え、一応これ被告的確は当期名義人ですから、え、この訴訟ね。 所有権に基づく、えー、妨害排除請求ですよね、これね、えー。所有権に基づく妨害排除請求として、えー、登記の抹消請求を求めている。ということになりますから、えー、Y が Z に対して、登記移転をしたと。ということは、これ、被告的格の承継あるよね。 とということは結果的に115条1項3号に該当するということですね。一応、これは的確証形説からすれば。的確証形説からすると、被告的確はこの訴訟物からすると、登記名義人ですから、そうすると、Y が Z に対して、まあ、今回、口頭弁論終結後ですよね。 え、口頭弁論集結後に、え、登記を移転すれば、被告的格が承継されたことになりますから、え、口頭弁論集結後の承継人として認められるということになります。でもちろんこれ、紛争したいたる地位の承継説に至ってももっと広いですから、ましてや認められることになります。では次に40番。はい、A と B が共有する土地について、第三者 C に対して、はい、共有持ち分権についてですよね。 共有持ち分権を有することの確認ということは、これ単独で管理処分できますね。えー、共有持ち分権っていうのは、あくまでも共有持ち分の処分は自由にできますから、単独でできますから、通常共同訴訟です。よっ丸る。<laughs> 通常共同訴訟です。では次に、えー、40番ですけれども、はい、えー、共同被告の一方に対する訴訟の目的に関する権利と、他方被告に対する訴訟の目的である権利が、法律上生存し得ない関係にある場合において、 えー、原告が同時審判申し出をしたとき、まあ、これ41条のいわゆる同時審判申し出共同訴訟ですが、これ通常共同訴訟でしたよね。えー、41条の同時審判申し出共同訴訟は、これは通常共同訴訟です。ということは、通常共同訴訟ということは、共同訴訟に独立の原則が適用されますから、1人が自白しようが他の自白者には影響しません。 いいね、これだから41条の同時審判申して共同訴訟が通常共同訴訟だっていうことが理解できていれば、あとは通常共同訴訟の規律は39条、共同訴訟に独立の原則が適用されることになります。よって全く影響しません。えー、ですので、えー、例えば被告の一人が自白したとしても他方の被告には何の影響もしないよねってことになります。共同訴訟に独立の原則を理解できればいい。じゃあ42番。 はい、えー、これは一つの交通事故の被害者である X が Y1、Y2 を共同被告として、えー、この損害賠償の訴えを提起した。はい。まず、この共同不法行為は通常共同訴訟だよね。別に一人だけ訴えてもいいわけだから。Y1、えー、Y2 を二人を共同被告としてるけれども、えー、この訴え自体は通常共同訴訟です。えー、通常共同訴訟になりますから、えー、別に ここに書かれているような規律はしょ、ごめんなさい、書き直します。えー、と、通常共同訴訟です、えー。ということになりますから、ここに書かれている通り、こんなことはありえないよ、これ、必要的共同訴訟ならそうだね。あの例えば y 1、Y1、Y2 に対する判決が確定して、Y1 のみが控訴をしたときに、全体として維新して、Y2 の部分も確定が遮断されるというのは、これは必要的共同訴訟ならそうですよ。必要的共同訴訟ならそうだけど、今回は通常共同訴訟ですから、 そのような規律は及ぶ余地はありませんね、えー。ということで、これはだから、通常共同訴訟だよって理解ができてればいい。では次に、はい、参加承継においては、えー、脱退しなければ、えー、脱退することはできないが、承諾を得なければ。引き受け承継においては、えー、承諾なくとも脱退することができる。そんなことはありません。訴訟脱退についてはあのー、参加承継でも引き受け承継でも、これはダメですよ。あのー、承諾がなければ脱退できませんからね。<laughs> これはどちらも48条順用がありますから。まあこれどっちもね、参加承継も引き受け承継もいずれも48条の順用がありますので、これは回答確認しておいてください。参加承継も引き受け承継もいずれも48条が順用されますから、もう相手方が承諾がなければ訴訟だったりできません。まあそもそも論として訴訟だったって相手方の承諾なきゃできないからね。訴訟の脱退は。 えー、というのは48条にありますから、そこを確認すればいい。はい、44条。あ、十四番、ごめんなさい。必要的共同訴訟の口頭弁論期日に、共同訴訟人の一部が欠席した。で、出頭した共同訴訟人が、その期日において自白をしても、欠席した共同訴訟人は自白に関する事実を争うことができる。あの、もちろんです、40条1項で自白自体無効です。そもそも自白自体が無効です。 いいですね。これ、ポイントは必要的共同訴訟ですから、あの、共同訴訟人の一人は、あの、全員にとって有利な行為しかできませんからね。えー、共同訴訟人の一人は全員にとって有利な行為しかできませんから、自白っていうのはもちろん不利な行為です。えー、ですから、えー、共同訴訟人の一部が自白をしたとしても、それはあの全員との関係で無効になりますからね。えー、40条1項の規律。で、次に、参加的効力についてですけども、これも重要ですよね。参加的効力は主文だけじゃないよと。 もうこれも普通に生じないにばっつければいいです。あの、一応この参加的効力については、この理由中でされた事実の認定、専決的、えー、権利関係の損否についての判断にまで及ぶんだよね。つまり、参加的効力の客観的範囲っていうのは、規範力とは異なるからね、えー。参加的効力とは規範力とは異なる特殊な効力と言われていますよね。えー、で、具体的にはどういうものかっていうと、敗訴責任の公平な分担という観点から、えー、この参加的効力が認められていて、3つの特殊性がありました。 非参加人敗訴の場合のみ生じる。そして非参加人と参加人との間の誤訴にのみ生じる。そして主文だけではなくて主文を導くのに必要な主要事実、理由中の判断にも及ぶ。まあ理由中の判断のうちね。えー、主文だけではなくて、理由中の判断のうちね。主文プラス、理由中の判断のうち主文を導くのに必要な理由中の判断だね。えー、主要事実です、ようはね。 え、にも及ぶと。だから主文の判断だけではなくて、理由中の判断のうち、主文を導くのに必要な使用事実の判断についても及ぶってことになりますから、まあ、その知識そのもので処理してしまいきましょう。はい。じゃあ次46番。訴訟の結果によって権利を害されることを主張する第三者。まあつまりこれ独立投資参加だよね。これ、差外防止参加です。 えーと防止参加、まあ、条文読んだ時あ問題文読んだときに、訴訟の結果によって権利が害されるというワードを見たときに、まあ、これはあのー、独立当事者参加の自社外防止参加だなということ、47条の1項講談です。ということは、独立当事者参加するということは、当事者として参加しますから、請求定律絶対しなきゃだめよ。当事者なんだから、請求定律しなくても参加することができるって、そんなわけないですからね。 あの、あくまでも、独立当事者参加は、あくまでも当事者として参加しますから、補助参加人じゃないですから。補助参加とは異なって当事者として参加するわけだから、請求を定立しないなんてことはありえないですえ。必ず当事者の一方、または双方に対して請求を定立することがマストになりますから、えこれはできませんということになります。はい、次に47番。はい、X と Y に対する土地の賃貸借契約終了に基づいて、建物宗教土地開けた請求の継続中に、 はいえー、Z が Y から土地の建物の全部を借りて占有する場合において、裁判所は訴訟引き受けをさせることはできる。これは丸です。えー、紛争したいとある地位の承継説から OK です。まあ、これ、いわゆる引き受け継でしょ。えー、これ、義務承継人の引き受け消えー、義務承継人ってことですから、条文は50条1項です。 50条1項の義務承継人の引き受け承継ということになりますから、この時の承継っていうのは、紛争したいある地位の承継でいいよね。まあ、この辺はあの、じゃあ、この時の紛争したいある地位ってどういうふうなものかって言ったら、一応これ。 あれです。あのー、これを説明し出すとね、あの、結構時間かかるかもしれませんが、あの、端的に言うと、紛争したりたる地位の承継説は何があればいいかって言ったら、主要争点共通で訴訟資料の利用が可能であること、社会通念上一連派生紛争であることを満たせばいいんですよ。ここはもう一回確認しといて。あの、一応この訴訟承継における承継っていうのは非常に広いんですよ。 なんでかって言ったら、訴訟継続中に、紛争したいたる地位の承継があった場合、できるだけ訴訟に巻き込んで、一回解決を図りたいんですよ。いうねまあ、つまり、特にまさにこのような事案なんか、まさに典型で、紛争したいたる地位の証券人が現れた場合に、できる限り、その同一の訴訟を手続きで引き受けさせることによって、一回的にか判決をすると、判決によって一回的に解決をすることをその主眼にあるから、紛争したいたる地位の承継があれば足りるんです。で、この紛争したいたる地位の承継っていうのは、訴訟危ない。 主要争点が共通で、訴訟資料の流用が可能であること。そして、社会通念、社会生活上一連派生紛争であることっていうのを満たせばいい。でそうすると今回、土地の賃借人と建物の賃借人ってことになりますから、まあ、派生紛争であることは言えそうだよね。で、あとは、訴訟資料の流用も、これ、通常こういう訴訟って、Y の土地の占有権限が争点です。いいですね。まあそもそも、X が Y に対して、土地の賃貸借が終わったから出てけって言われてるわけだから、まあ Y としては、 まあおそらくは賃貸借が終わってないとか、そういう占有権限。おそらくはこれ、法定更新されたとかそういう話をするわけでしょ。法定更新されたとかそういう話をするわけですから、そうするとこの XY の前素って言っちゃいけないけど、XY の建物宗教土地分け請求訴訟における主要争点は、土地の占有権限に他ならないわけですよ。じゃあ Z のとの関係では、X が Z に対して建物出てけって言われた時に、Z が言えることって、結局 Y が占有権限あることを言うんじゃない ですよね。えー、もとの X の Y に対する土地の明け渡し請求の中で Y が主張することっていうのは、えー、Y に土地の占有権限があることっていうのが主要想定になっていて、で、じゃ建物の賃借人ですよね。えー、Y の所有する建物の賃借人である Z が X から出てけって言われた時に、Z が主張する抗弁っていうのはおそらく Y の土地賃借権に基づいて私は建物を借りてんだって主張になるわけでしょ。ということは結局主要想定は Y の土地の占有権限だから、 結局のところ、紛争したいたる地位の承継は認められるっていうのが一般的ということですね。ちょっと論文の中でもよくこれ聞かれるやつね。48から3問は控訴。はい、貸金300万の返還請求を一部全部任用。で被告が100万円だけを不服しとして控訴した場合は、そのような部分が大事判決確定する。まあ、これはあのいい練習になるかな。根拠不可分の原則から、これはありえないです。訴訟物が300万ですから。いいですね。あの 現判決の一部に対して不服を申し立てたとしても、えー、このことによって100万以外についても確定はしません。100万のみが不服だってことは、もちろんこれ審理の対象は100万円、ごめんなさい、ちょっと裏返っちゃったけど、あの、審理の対象は100万円です。あの、これ要するに、被告がだから300万円全部引用されて、100万円だけ不服だって言うんだったら、審理の対象っていうのはおそらくは100万円のみが審判対象になると思うんですよ。だけれども、あの、判決の確定が200万について確定することはありえないです。 これは酵素不可分の原則といって、あくまでも、その、いいかな、その、一部の不服だとしてもか、確定の遮断っていうのは全体に生じます。いいかな、この訴訟物全体に生じますから、えー、これはまあ、あの、こういうことはあり得ません。酵素不可分の原則。まあ、先ほども触れた通り、あの、 ま、被告自身がね、300万の全部認用されたから100万だけ不服だっていうことであれば、おそらく審理判断は100万円について行うってことになるとは思うんだけれども、じゃあ、この200万の部分だけ独立して確定するかってことはないです。そういうことはないです。あくまでも控訴不可分の原則といって、判決の確定の遮断の効力ね。この控訴をしたことによって判決の確定が遮断することについては、これは全部に対して生じます。ということなら判決全体に生じますから、これは罰です。 で、次に、えー、49番、これめちゃくちゃ重要。全部焦燥した原告は、二帯酵訴で拡張できる。はい、これ丸です。なぜかというと、二帯酵訴は、これ非酵訴説ですよね。二帯酵訴は酵訴とは異なる特殊な攻撃防御方法なので、全部焦燥したものも、二帯酵訴はできます。<laughs> あの、これ酵訴だったらね、あれでしょ 形式的不服説からできないんですよ、えー。全部勝訴した原告っていうのは形式的不服説からすれば、全部勝訴した原告は控訴できないんだけど、やっぱりそうすると、やっぱり全部勝訴した原則は控訴審で完全なディフェンドになっちゃうんでしょ。まあ、全部勝訴した原告がいて被告から控訴されると、もう原告は結局完全なディフェンドの立場になるから、やっぱりちょっと不公平っていうかね、あのー、やっぱり公平の観点から良くないということで、不対控訴っていうのは、これは控訴とは異なる特殊な攻撃防御方法として、えー、控訴とは区別される。 したがって全部勝訴した原告が、えー、例えば明示的事務請求の残部請求として拡張することを認めるのが判例です。この付帯控訴っていうのは、これ非控訴説。というのが一応ベースになります。<laughs> では、50番。<laughs> はい、請求の、えー、客観的予備的並行がされてます。主位請求棄却、予備請求任用した判決で、被告が控訴して、原告が控訴も付帯控訴もいずれもしない。これ、肝ここですね。 で、この時に、じゃあちょっと図解だけしておくと、まあ今日はあの、記述のところはここ押さえてね、みたいな感じでやっていきますので、原告は、これ一審公だったんですよね。一審公で、被告が控訴したと。で、もちろんこれは全請求が一審します。これ予備的併合だから。予備的併合だから、全請求が一審します。 で、裁判所としては、控訴審裁判所は、被告が不服申したてたここでしょ。被告としては任用されたことは気に食わないわけだから、被告の不服申し立てはここなんですよ。ということは、これを認めてここを罰することができます。これは問題なしです。じゃあ、ここはいじれるかここはいじれません。 どうしてかっていうと、原告が、控訴も付帯控訴もしてないってことは、ここをいじると、利益変更禁止の原則になります。控訴してない原告にとって利益変更になっちゃいますから、ここは変更不可です。なぜなら、えー、原告の控訴ないので、 え、利益変更禁止が働きます。えっ、ー、と、条文だと304条とかですかね、確かね。えー、利益変更禁止の原則。つまり、控訴してない原告が利益になっちゃうってことになるわけですよ。だって、今回原告は控訴も付帯控訴もしてないわけだから、原告にとって有利な判決出せないんですよ。だって原告は不服も二人してないんだからね。控訴も付帯控訴もどっちもしてないわけでしょ。ということは、ここについては変更ができないんです。ここの部分は。だからこの部分については変更できませんので、 えーまあ、今回ポイントになるのは、原告が控訴も付帯控訴もいずれもしてないってことは、はい、控訴裁判所は主意的請求に対する、えー、大審裁判所の、えー、逃避を判断することはできないことになるんですよね。うん、ということで、これも重要問題ということになります。はい。ということで、一応ここまでのところが担当50問です。えっ、ー、と、一応、ま、丸抜の数ね、あった数とか確認していただいて、結構自信持って解ける問題がやっぱり8割、9割あるといいかなという問題。まあ、正直、あの、担当プロパーみたいな問題はほぼ出してませんので、 あの、一応まあ、もちろん担当のね、あの中で聞かれるようなものもちょっとはありますけれども、ただ、まあ論文対策の中で知ってなきゃいけないような条文知識ってことになりますので、えー、ここはまあちょっと自信持って全部回答できるようにしておいていただきたいというところです。では、それでは、えー、あとはですね、えっ、ー、と、第2問については記述問題になりますが、こちらは回答の方をつけながら、えー、見ていきます。まあ、ちょっと問題も見ながらね。まあ、これはまあ一応回答の筋だけ確認しましょう。はい、まず1問目になります。<laughs> あのここはもうちょっと復習で見といてねが多いですが、えー、民法上の組合の訴訟追行方法を3つです。まず1つは組合員全員が当事者となること。これは固有必要的共同訴訟だからということですね。そして組合自身が当事者となることは、はいえー、29条の遮断にあたりますから、判例上ね、えー。判例上、民法上の組合は29条の遮断に当たるというのが判例ですから、組合自身が当事者となること。それからもう1つは組合の代表者が当事者となること。これは任意的訴訟担当になれます。というのがありますから、<laughs> この3つを書けばいい。 ここはまあちょっと不安な方は復習しっかりかけておいて。で、当者能力と当者的確と違い。当者能力は一般的資格です。えー、当者となることができる一般的資格で、当者的確は訴訟物との関係で決まるんですよね。えー、訴訟物との関係で原告被告になれるための資格という違いです。つまり、当者能力は一般的な資格ですから、簡単に言うと、犬とか猫が原告になれないのは、えー、当者能力がないからです。 犬とか猫が原告被告になれないのは当社能力がないから。で、当社的確っていうのは、当社能力があることを前提に、当該訴訟物で原告被告になれるかって話でしょ。だから株主でも何でもない人が株主代表訴訟やれないのは、当社的確がないからですい、ね、株主でも何でもない人が株主代表訴訟やれないのは、例えば人間でもね、えー、自然人でも株主でも何でもない人がね代表訴訟できないのは当社的確がないからってことですよね。で次に3問目 はい、えー、これもまあ有名どころの論文対策。はい、上限が記載されていない債務不存在確認、請求の記載あ、請求の特定が認められるのはどういうときかっていうと、まず理由についてはこれでしょ。請求の特定の趣旨を書いてください。えー、裁判所に対する審判対象の明示と被告に対する防御範囲の明示なわけですよ。えー、つまり、請求の特定っていうのはどうして必要なのかというと、裁判所に対する審判対象の明示と被告に対する防御範囲の明示だから、例えば債務不存在確認において、上限部分が表示されていなくても、 請求原因と一見記録から分かればいいです。という話ね。えー、つまり、ここにある通り、請求の趣旨から分からなくてもね、請求の趣旨から明確じゃなくても、請求原因の記載と一見記録の侵赦で、裁判所と被告が、上限が理解できるならば OK だよっていうところですよね。これはまあ、しっかり確認しましょう。 では次に4番です。本訴と反訴が継続中に、本訴被告が反訴請求を自動再権として、本訴請求再権を自動再権として、総裁の公弁を主張することができるか。はい。これは、あの、しっかりできますよね。反訴ですから。あの、一応これは確認するとですね、あの、予備的反訴に変更されるんだよね。 この反訴請求再建について本訴において総裁の自動再建として規範力判断が示された場合には、反訴請求しないという趣旨の予備的反訴に請求されるため、矛盾判決が生じないっていうロジックでしたよね。一応ここについてはもう一度見ておくといいかな。では次に5番です。これも継続的不法行為において、請求的確って何か3つありました。これはちゃんと言えたかな。請求権の基礎となるべき事実関係、法律決はが既に存在し、継続が予想されること。そして、 有利な事情変動が明確に予想できること、そしてその立証責任を、えー、債務者に負わせても格別不当ではないことの3つだね。まあ、ざっくりやってればいいですよ、えー。請求権の基礎となるべき事実関係、法律関係の存在とその継続が予想されることは1。で、2つ目が、えー、これを要するに債務者にとって有利な事情変動が明確にあらかじめ予測できる。で、3つ目が、その丸2の変動自由を債務者に証明責任を負わせても格別不当ではないこと。この3つが請求的格。 で6番、はい、確認の訴えの利益の対象選択の適宜は、まあ、これ、全部言えてください。現に争われている事故の現在の権利、法律関係の積極的確認請求ということですね。で次に、はい、7番は穴埋めです、えー。形式的には過去の権利、法律関係の確認でも、遺産確認の訴えは現在の権利、法律関係に引き直すことができるからいいんだよね。でそして、遺言無効確認は、過去の権利関係ではあるけれども、現在の紛争の抜本解決になるからいいんだよね。ということだよね。 えー、つまり過去の法律関係のように見えるものが確認の利益が認められるっていうのは大体2パターンで、えーまあ、これは司法試験でも問われているけど、遺産確認なんかは、これは過去ではなくて現在の共有関係の確認だから OK で、で遺言者死亡後の遺言不可確認については、確かに過去の法律関係なんだけど、現在の紛争を抜本解決できるからいいんだっていう理解をしているわけね。じゃあ次に8番、えー。これはさっき触れた話。 あの遺産確認の訴えについては、今日の講義でもね、これ、担当でもやりましたが、あのー、手段選択の適否で、要するに共有持ち分確認の訴えができるんじゃないかって問題になるわけですよ。いいよね、遺産確認の訴えの確認の利益について、手段選択の適否が問題になるのは、共有持ち分確認の訴えができるから問題になるんです。ただ、ただえー、ポイントになるのは、じゃどうして遺産確認の訴えに手段選択の適否が認められるかっていうと、あくまでも規範力が生じるんですよね。 まあここが書ければいいんじゃない遺産確認の訴えは、主文で遺産があることが確認されます。ですから紛争解決になるんですよ。遺産確認の訴えを提起した場合、その確定判決については、遺産であることが主文で規範力ある判断として現れるから、だからその後の紛争解決にめちゃくちゃ役に立つよね、と。だから共有持ち分確認の訴えだと、遺産であることは理由中の判断なんだよね。あくまでも。いいかない え、共有持ち分確認の訴えっていうのを提起した場合、遺産である、従ってってなっちゃうんですよ。あくまでも理由中の判断で遺産であることが現れて、主文としては共有持ち分権があることだけが確認されるから、当該財産が遺産であることに批判力ある判断が出せない。でも遺産確認の訴えならば主文で遺産であるということが主文で現れるから、批判力ある判断で紛争解決になるということを書けばいいでしょう。 で次に、はい、一部任用判決が処分権主義に反しない場合、もうこれ、まあ論文で出るやつね、原告の合理的意思に合うこと、被告にとって不一致にならない。この二つかければまるでいいです。あの、一応この二つが書けてれば OK です、えー。原告の合理的意思に合致すること、被告にとって不一致ではないこと。そして次に10番。はい、明治的義務請求において、はい、これは大丈夫かな後発損害ね。あの、いわゆる交通事故による損害において、 後遺症損害が発生したときに、ご素でできるかどうかってことですが、はい、えー、一応まあ、端的に言っちゃえば、明治的事務請求の残部請求として認めるんですよね。あの、よく、これ、私なんかが入門とかで言うのは、目次的な明治的事務請求ですよね。えー、つまり、交通事故訴訟の後で、後遺症が損害したと。えーこ、こう、好症が発生したと。えー、まあ、言ってみればね、えー、交通事故に基づく損害賠償請求訴訟が確定した後に、 その交通事故の後遺症が発生した場合に、この後遺症損害請求できるかについては、あの、目次的な明示的事務請求として、残部請求として認めるんだと。まあ、後遺症損害は残部請求として認めるんだっていうのが判例の立場というのを抑えられてばいいでしょう。はい。次に、請求の基礎の同一性の定義。まあ、これはもう、しっかり書けるようにしてください。主要争点共通であること。これが一つ目です。えー、この11番、えー、請求の基礎の同一性とは何か。 えー、主要争点共通で訴訟資料の流用が可能であることと、それから社会生活上同一または一連の紛争に関するものであること。まあ、この今引いたところがキーワードね。この二つが書いてあればまるでいいでしょう。えー、言ってみれば、主要争点共通で訴訟資料の流用が可能であることに加えて、社会生活上同一一連の紛争であることが必要になります。でさらに公談です、えー。この要件が必要ない場合は三つです。同意した場合、応訴した場合、相手の陳述がきっかけの場合。 この3つですよね。えー、同意した場合、応訴した場合、陳述した事実がきっかけとなる場合。この3つです、えー。これは被告の利不利益にならないんですよね。ということです。では次に12番。弁論主義の第一定でから第三定。これもう、あの、省略しますけど、これ全部言えるようにしといてね。えー、まあ一応読み、呼びますけど、第一定では、当事者の主張しない事実を判決の基礎に採用しちゃいけません。えー、こ裁判所はね。裁判所は当事者の主張しない事実を判決の基礎にしてはいけない。 第2定では、まあ、もしくはこれ第1定でこうしてもいいよ。裁判所は当事者の主張した事実のみを判決の基礎としなければならないでもいいよね。まあ、少なくとも当事者の主張しない事実は判決の基礎にできない。で第2定では、裁判所は当事者に争えないのある事実、つまりこれ自白が成立した事実についてはそのまま判決の基礎としなければならない。第3定では、職権証拠調べの原則禁止ですえ。当事者に争いのある事実を証拠によって証明する場合には、 え原則として当社の申し出た証拠によらなければならないということで、これは全部書けてください。これはもうね、ちなみに第3定で原則としてって書いてあるけど、例外はあの訴訟要件については、職権探知になる場合はありますからね、職権探知、職権調査になることがありますから、一応、訴訟要件の審理については、ちょっと例外があるので、ちょっと原則としてで書きましたが、第1原則から第3原則まですべてえ触れておく必要がありましょう。じゃあ13番、裁判所による積極的釈明。 これは本来許されないんですよね、えー。ただ、こういう場合は例外的にできましたって判例があるよね、えー。裁判所の積極的釈明は原則と許されないけれども、別個の法律構成にも特事実関係が一方当事者から主張されれば、訴訟の結果が変わって、当事者による紛争の抜本的解決が期待できるにもかかわらず、当該当事者が主張していないっていうのが一つの要件。 もうこの辺はもう論文上言えないとちょっと困っちゃうよって話であの、なっちゃうか、まあ積極的釈明が例外的に許されうる場合は、えー、別個の法律構成の主張があれば、訴訟の結果が変わって紛争解決ができるのに、その主張がなされてない、かつその主張がないことが不注意誤解による場合、えー、この2つの要件でね、かつね。えー、かつですね、これはね。 えこの場合には認められるということになります。はい。次に、裁判上の自白の意義については、もうこれ定義はね、えー、これはもう一語一句レベルですよね。えー、口頭弁論または口頭弁論記述における相手方が主張する事故に不利益な事実を争わない旨の当社の弁論という真実。まあ、これは入門段階では特にね、えー、この事故に不利益なってのは相手が証明責任を負うという話だよね。 相手方が証明責任を負う。でこの事実というものは使用事実を指すとか、解釈論はたくさん出てきますけれども、とりあえず今回の問題については、一応まあ確認テストという話なので、この定義をしっかりと言えればいいでしょうで。次に問題としては、この証明については、裁判所に対する拘束力と、不要証拠と、それから不可撤回行、この3つが書ければいいです。一応、自白の、ね、効力、裁判所の自白が成立した場合の効力は大きく分けて3つありました。もう1つ言います。 裁判所に対する第二定での拘束力と、それから証明不要になる不要証拠、それから撤回できなくなる不撤回項この三つですよね。まあ一応これが不要、まあこれ裁判所に対する拘束力が弁論主義第二定でで、それからこれが不要証拠と、あとは不可撤回項と。まあこの三つがかけていることが必要になります。 で次に、えーまえー、15番ですね、訴訟行為について、類推適用ができる場合は、訴訟開始前の場合と、訴訟を終了させる場合だよね。はいえー、これも、まあ、あの学説がありますけどね、えー、学説はありますけれども、司法規定が適用される場合については、えー、訴訟開始前や訴訟外での、えー、訴訟行為、えー、それから訴訟手続きを終了させる訴訟行為については、意思表示の規定は類推適,適用されますね。 ちなみに、表権法理もこれ15番問題で聞いてます。えー、表権法理についても聞いてますが、表権法理は判例上明確に否定してるよね。あの、ここは確認しておいてください。えー、と、一応ね、司法規定が、えー、司法規定が訴訟行為について類推適用ができるかっていう問題については、表権法理については取引の安全とは無関係なので、訴訟手続きは、えー。訴訟手続きは取引安全とは無関係なので、表権法理の適用は明確に否定してるんだけれども、まあ、意思表示の規定の類推適用については、 この丸一丸二に当たるような場合には認めてましたということですね。で、次に16番。はい、えー、この訴訟契約が有効な要件は3つありました。裁判所を邪魔しないこと。これ、丸一ってすごいざっくり書いてるけど、裁判所の手続きを邪魔しないこと、処分権主義、弁論主義の範囲内であること、当事者にとっての不利益が予測されること、この3つが必要だね。まあ、一般的には論,論文の答案、まあ、特に私の入門とか合格等を受けている、まあ、チェックシートなんかではこの1から3全部ね。 あの、覚えなきゃダメよって形でね、えー、触れてますけれども、あの、この訴訟契約が有,有効される要件ってのは、一般的にこの3つとされてますよね。まあ、裁判所を邪魔しないこと、まあ、裁判所の訴訟手続きのこの安定とかを邪魔しないこと、えー、処分権主義弁論主義の範囲内であること、えー、当事者にとっての不利益が予測される、あらかじめ明確に予測されることっていう、まあ、この3つが必要になります。で、2段の推定はもうこれ、あの、講義の中で、先ほどの担当で出てきてますから、もう一度1段目の推定はこれね、えー 陰影が検出された場合ね。えー、陰影が検出された場合には、反証なき限り、その人が押したことが事実上推定されるのが1段目。で、そして2段目っていうのは、意思に基づいて押印されたってことは、その文書全体がその人が作ったことが、法定証拠法則としてえ推定されます。これが2段目。ということですね。だから結果として陰影が現れた場合には、文書全体の申請が推定されるってやつね。 一いい段目っていうのは要するに、陰影。つまり、あの、犯行の跡っていうのかな。陰影が検出されていれば、その人が押したんだろうってことが、まず一段目で事実上、反証なくかり推定されて。で、その人が押したっていうことであれば、結局、文書全体をその人が作ったんだっていうことが、228条の法定証拠法則によって反証なくかり推定される。っていうことですよね。そうすると、結果的に、陰影が検出されている文書については、その二段の推定を経て、 文書全体が申請に成立したものと推定されますよってのが二段の推定です。ということは、一段目の推定をこの争うためには何をするか。反証として考えられるも、これが書いてあれば丸でいいです。防用投用です。もうこれがもう典型。つまり、陰影が現れてるけど私は押してないってことを言えばいいんです。意思に基づいて。つまり、陰影が現れてると。つまり、陰影が検出されてることは確かなんだけど、私の意思に基づいて押してないってことは、通常、印鑑盗まれたが典型です。 確かにこの犯行の陰影は私の印鑑ですと。だけれども私は意思に基づいて押していませんという事情が1段目の推定に対する反証ですから、そうすると印鑑が盗まれたっていうケースと、あと脅迫で無理やり押さされたっていうケース、えー、というケースですが、まあ大体印鑑の防御投用が言えればいいかなと思いますで。そして2段目の推定については事後的な改ざんでしょうね。私が押したけれどもこの文章作ってませんと。やっぱり犯行を押したことは認めるけどこの文章は作ってませんってことは、応印後の文章改ざんでしょうね。 まあこういったものが説明できていれば、ま、丸にして結構ということになります。で、次に、はい、えー、確認しましょう。はい、えっ、ー、と、18番。ちょっと時間があれですけれども、最後まで言っちゃいましょう。18番。X が Y に対する所有権に基づく明け渡し請求。で、その後に所有権確認が提起されています。つまり、前祖は、いいかな前祖は所有権に基づく建物を明け渡し請求。後祖が所有権確認。ということです。 え前祖が所有権に基づく明け渡し請求で、後訴が所有権確認ならば、規範力は後訴に作用しないね。だって、同一矛盾煎決どれでもないです。これ、逆ならば、煎決なんですよ。前祖が所有権確認で、後訴が所有権に基づく明け渡しならば、煎決関係になるけれども、18番の事案は、前祖が所有権に基づく建物明け渡し請求、後訴が所有権確認だから、同一矛盾煎決どれにも当たらないので、規範力は後訴に作用しないので、規範力の問題は生じません。 ただし、主要争点が同じですから、審議則上あの許されませんね。いいかな、えー、つまり、えー、規範力の問題は生じないんだけれども、えー、ただ、誤喪は実質的に前訴の蒸し返しですから、審議則に照らして許されないってことになりますかね。えー、ということです。まあ、これはもう典型的な問題ですからあの、前訴が所有権に基づく明け渡し訴訟で、誤喪が所有権確認ってことになるから、 えー、同一矛盾煎決どれにも当たらないんですよ。だから規範力がそもそも作用しないんです。この問題の一番下、もう一回ね。えー、結局、ここですね。えー、前祖規範力は誤素に作用しないんです。だから、別に誤素には、別に遮断項を生じないんですよ。だから、規範力の定職の問題は生じないんだけれども、ただ、実質的な蒸し返しになってるから、新規則に照らして許されないのが判例です。はい、じゃあ19番。こうあちなみにこれはあの、 ごめんなさいね。えっ、ー、と、まあ、学説的なものもあるので、口頭弁論集結後の証券人は、適格証券説は、この、当社適格を伝来的に証券したものについて証券人とするんだよね。えー、当社適格を当社から伝来的に取得したものを証券人とする。で、これが、紛争したいたる地位の証券説で結論が異なるのはどういう場合か。典型的なのは再建的請求だよね。 えー、つまり、賃貸借契約終了に伴う目的物返還請求としての建物明け渡し請求訴訟の判決確定後に、目的物を譲として引き渡しを完了した場合は、適格証券説だと、非告的格の証券はないでしょ。賃借人たる地位の証券ないわけだから。いいよね。今回はこの丸2っていうのは、一応これ再建的請求だよね。賃貸借契約が終わったから、返してくれという。えー、賃貸借契約終了に伴う目的物返還請求で建物を明け渡せって場合、非告的格は賃借人だから、 ただ単に引き渡しをしただけだったら、賃借人の地位の移転はないから、適格証形説からすると、115条1項3項には当たらないんですよ。だけれども、紛争したいたる地位の証形説であれば、まあ、先ほども触れた通り、主要争点共通かつ派生紛争ならいいんで、えー、この場合には、紛争したいたる地位の証形説を取った場合には、証形が認められる余地があるってことですよね。まあ、ここは、よく入門の知識確認しておいてください。で、20番は、これは担当でやった話。 訴訟上の和解に無効取り消し源があるときは、期日指定の申し立てとベスト定義、どちらをやっても構いません。これは強豪説に立ちますね。はい、21番、はいえーいいね、通常共同訴訟と固有必要共同訴訟の区別は管理処分建設に立ちますから、実体法上の管理処分権で見ればいいんですよね。はいえー、実体法上の管理処分権で見ますから、えー、このように実体法上単独で管理処分が可能な場合は通常共同訴訟。 で、そして、実体法上単独での管理処分が不可能な場合は必要的共同訴訟に当たるわけですが、まあしっかり書くんだったらそこに訴訟法上の観点もあ考慮するっていう補充的にね。まあこれ補充的に考えるわけだよね。あくまでもメインは管理処分権です。あくまでもこの通常共同訴訟か 必要的共同訴訟かの区別は、実態法上の管理処分権の奇数で、まあ、大きな方向性が決まるんだけれども、それに加えて、訴訟法上の視点も加味するんだよっていうのが一般的ですよね。えー、風俗解決の実効性とか、手付き保償といったようなものも加味していくということになります。では次に22番。えー、これちなみに予備試験令和4年で出題されてます。固有必要的共同訴訟で訴え定義に同調しない人がいるという場合です。 まあ本来だったらね、こういう必要的共同訴訟は、全員が揃わないと、当事者的確認められないので、全員が揃わなきゃいけないんだけれども、ただ、被告に巻き込んじゃえばいいよね。訴え定期に同調しない人がいる場合、どうすべきかっていったら、そいつを被告にしてしまえば、それで全員が当事者になるので、OK というのが判例です。つまり、訴えの定期に同調しないものも被告に加えてえ、当事者的確者全員が訴訟当事者になればいい。いそして23番。これも重要問題。 法律上併存し得ない関係41条は実体法上の択一関係。これどちらの言葉使ってもいいです。え実体法上両立し得ない関係。または、えー、ここに書いてある実体法上の択一関係。どちらでもいいですが、まあ、具体例2つ掛けって言ってるけど、実は民法上この2つしかありません。無権代理人と有権代理人の関係と、 土地工作物責任の占有者所有者の関係ぐらいしか民法上ありえませんから、この二つ以外が多分出てくることないと思うので、一応丸2丸3両方かけたかなっていう感じかな。えー、つまり、どっちかしかありえないっていう。A じゃなきゃ B、B じゃなきゃ A って関係。これね、要はね、丸1で言ってるのは。えー、実体法上両立し得ない関係とか、実体法上の卓越関係っていうのは、えー、結局は A でなければ B、B でなければ A っていう関係が必要になります。いいかな。<laughs> えー、という話。まあ、特に私は、当案上、こっち使った方がいいと思ってます。あの、実体法上の択一関係って言葉を使った方が、えー、おそらく分かりやすいと思います。えー、まあ、言っても、A じゃなければ B、B じゃなければ A っていう関係が必要になりますから、まあ、そうすると、えー、まあ、有権代理に対する請求と無権代理に対する請求っていうのは、有権代理じゃなきゃ無権代理だし、無権代理じゃなきゃ有権代理だからっていうね、どっちかしかあり得ないし、えー、という話。であとは、土地工作物的にもそうね。 占有者責任が否定されれば所有責任は絶対認められますから。なので、このような関係の場合ということですよね。はい。そして24番。はい。任意的当事者変更は、まず原則として訴訟資料の理由は認められません。なぜならば、承継してるわけじゃないからです。えー、あくまでも任意的当事者変更っていうのは、一応これ、あれですよね。ちょっと、忘れてる人はちょっとふわっとでいいけれども、任意的当事者変更っていうのは、主観的追加的併合を認めない判例の見解に立てば、 真相の定起弁論併合、訴えの取り下げの複合行為です。認的当事変更は。つまり A に対する請求を B に対する請求に認的当事変更するためには、追加的併合を認めないっていうのが判例ですから、いいよね。判例は主観的追加的併合を認めませんから、えー、まずは真相を提起しますよね。B に対する真相を提起して、A に対する訴訟に併合して、A の訴訟を取り下げるんだよね。それによって A から B に変えるってだけだから、別に訴訟承継してるわけじゃないんですよ。 ですから、任意的当事者変更は訴訟証券とは異なり、あの、別に証券人ではないんですよ。ですから、訴訟資料の流用は認められないんだけれども、ただ、新当事者が追認した場合、新当事者が同意した場合、そしてもう一つは、これだよね。新旧当事者が自主的に同士できる場合。これ、ちなみに、あの、入門で確認しといて、死者を被告とする訴えなんかまさに典型ね。死者を被告する訴えで、 例えばね、訴えの当初から被告が死者の名で応訴してあごめんなさい、ごめんなさい。死者を被告とする訴えで、相続人が当初から死者の名で応訴している場合なんかが典型です。まあ、この時に任意的当事変更。例えばこれが、ちょっとあれですけれども、もし仮に死、死者を被告とする訴えで、訴えの当初から相続人が死者の名でずっと応訴している場合に、そもそも潜在的訴訟継続中の死亡ならば、 124条1項1号の類推で当然承継されるわけだよね。えー、潜在的訴訟継続中の死亡だったら、えー、当然承継されるわけだけど、潜在的訴訟継続より前に死亡している場合には、任意的投資変更するしかないんですよ。で、任意的投資変更するしかないんだけれども、その時原則は任意的投資変更だったら、訴訟資料の利用できないんだよね。だけれども、実質的に相続人の手続保証なされてるでしょ。だからそのような場合には、これに当たるんですよ。 えー、旧当事者の訴訟追考が新当事者のそれと同時できる場合に当たりますから、その時は訴訟資料の流用を例外的に認めていいと考えられてますよね。はい。じゃあそして最後。はい。えー、X の Y に対する貸し返還請求訴訟で、総裁の公弁が認められて全部棄却になった Y は控訴できるか。これ形式的不服説からすれば控訴できないのが原則です。つまり全部棄却をもらってる以上は全部勝訴なんですよ、一応は。主文上はね。いいですよね。つまり、えー、第審で、 全部棄却判決をもらった被告は全部勝訴になってるんだけど、総裁の公弁が認められた勝訴っていうのは実質敗訴です。ですから、これは形式的不服説の例外の位置づけになりますね。えー、形式的不服説からすれば、えー、全部棄却判決をもらった以上、勝訴判決なんですよ、被告からすれば。ただし、総裁の公弁には規範力生じますからね。その不存在に。ということは、総裁の公弁が認められた棄却判決は、結局実質的には敗訴判決を評価できるから、 形式的複の例外として、コートの利益が認められるということになりますので、まあ、いろんな答え方はあるとは思いますけれども、まあ、たいあの、なるべく、このんだっけ、えっ、ー、と、記述問題についても、なるべく一義的な回答があるような問題としてえ出してますので、えー、まあ、ちょっと、あの、例えば入門のインプットの教材であったりとか、まあ、特に115条1項3項の証券人の定義とか、もしくは、たらね、あのー、 ま、入門講座を受けている中で、もしくはねその基礎講座と呼ばれるものの中で、いわゆるどの学説を取るかによって結論が変わり得るものもあるので、そこはあのインプット教材で自分が取ってる学説にちゃんとアジャストしていただければと思いますが、ま、一応担当については丸抜があるものということになりますし、ま、なるべくそういう学説によって差がつかないような問題を出してますので、え、ぜひ、あの、ここのところね、ま、特にま、入門講座で、あの、私で受けられている方は、え、大体まあ覚えてくださいという形で、 まあ特にチェックシート化しているものが多いかなと思いますから、その点も含めてしっかりと確認しておいてください。で一応、民訴については以上になりますが、特にあの民訴については、ですねあの、まあ、論文問題については、どちらかというとねあのこの、この記述問題で書いてるのは、規範が言えないと始まらないみたいなものとか、あと定義ね、あの定義が言えないと始まらないみたいな問題って非常に多くありますので、そこの部分については、ぜひしっかりと復習をしていただいて、まあ、次回は刑法になりますかね。 え、まあちょっと期間がくかもしれませんけれど、また刑法の、えー、まあ一般的にあの、えっ、ー、と、2年コースの方の刑法が終わるぐらいのタイミングでまた警法ってやっていくことになりますので、まあ、その際はまた確認テストの方を引き続きやっていく予定ですので、えー、まあしっかりと学習の進捗として利用していただければと思います。まあ、民想に関しては特にあの、あの、 他のなんか民法とか商法とかだとちょっとね、気を手らった問題ちょこっと入れてたりするんですけど、今回の問題はほとんど気を手らった問題ありませんから、あの、しっかりと回答させて確認しておいてください。では、それではですね、ちょっとあの、時間の方過ぎてしまいましたが、えー、今日の一斉確認テストの民事訴訟法の解説講義は以上といたします。では、しっかり復習しておいてください。それでは、お疲れ様でした。